正直見えるか不安で、33歳にまず外見で、ね、外見からそう変わってる変わってる、サイズとかもね、ボタンついたりとかやっぱいろいろ変わってない、靴とか新しくなったりとか変わってません、まあ、やっぱりまずは落ち着くところから、落ち着くだけですごく大人っぽく見えるのが整理するのが難しいよね。みんなそれぞれ違う場所でやってるからね、インタロのところであれ、私急に俺になったりね、そうワンマンとか、かっこよかった、すごいよね、うん、マイデジ TV をご覧の皆さんこんにちは、仮面ライダーセイバー神山智也役の内藤修一郎です。仮面ライダーブレイズ進藤凛太郎役山口孝也です。仮面ライダーエスパーダ深宮健人役青木亮です。須藤明役川澤飛鳥です。それね、お二人から見てその演じたそれぞれのキャラクター、ね、どう思われますか。凛太郎はやっぱり少し頑固なところもあって、まあでもその中で自分の中の正義で動いている人だと思うので、ちょっと真逆だったりするじゃないですか。そこが噛み合わないところがやっぱりこの2人の良さというか、なのでなんかゴールは見えないような、なんかこう霧のかかってるようなイメージで進んでるなって思いながらやってました。本編の時からこれはどうなるんだろうっていうのもありましたし演じさせていただいてる私たちもいろんな大人の人に、そうなんです、これはどうなるんですかみたいなのを結構聞いてたけど、それでもどうなんだろうっていう感じだったので、まあ8年の間に多分いろいろあって、まあ言ってた通りメイの性格的にまあ一途ではあるけど自由人で、こう無意識にいろいろ好奇心があるみたいな感じで、凛太郎は、まあ、一途で真面目だけどその分貫いてる頑固さみたいなのもあるから、まあ多分いい時もあったけどいろいろあったんだろうなっていう、そこは描かれてないけど、結構2人で話したと思います、テレビの時も、ね、どっちが好きだと思うとかみたいなこれはみたいなのありましたね、うん、恋人だった、いやそこはどうなんだろうね、なんかもう人の捉え方によりいやそうだと、うん、普通だったらこれ付き合ってると思ってても、うん、なんか付き合ってはないよっていう人いるじゃん、あだからそんなことだと思う、で回によって全然違うよね、そう完全にカップルじゃんって見える時もあるし、うん、うん、っていう時もあるなっていう、こっちのつもりでやったんですけど次の輪を取る時には逆だったりとかそういうのが多かったので、まあでもお互いのいいところは分かってるのかなとは思います。俺らからしたらもう本編のさ最後の最終話で神山入ってきた時にペアロックしてきて、あこれはじゃあもうまた何か次作品があった時は何かあるんだなと、いやそう思ったよ、だからこそ V シネってそもそも V シネの撮影があるのは存じ上げてたんですけど、内容は全く知らなかったので誰にそのフォーカスが当たるかも分かんなかったんですよ、もしかしたらこっちかもしれないしフォーマーみたいな誰みたいな感じだったので、そこすっ飛んで8年後ってのも意外だったし、ちょっと描かれてるというか匂わせじゃないですけど、いろいろあったんだなっていうのを読み取れると思います。印象変わった。印象変わった。印象変わった。そう。あ、せーので刺す。印象変わった。なんでよく。いや、2年前、1年半ぐらい前かな。一番最初のキャスト。がオーディションメンバーかな、うん、あってめっちゃ怖かったんです、あ確かに言ってたんです、何が怖いんだろうと思って、怖いのシュウ君は事務所の先輩でもあったから、うん、で山口君は強すぎんだあんま覚えてなくて、オカと山口君だけ、うん、怖真顔だし、そうだから、そうだね、確かに分かんないな、怖いオーラがあるよね、そう最初ね、よらば切るみたいな感じはすごい言われるの、いろんな人に、うん、分かる分かる俺もあんま分かってないけど、うんつってた、よらば切る、そうなんかちょっと寄ってくるものを全部切り捨てちゃうみたいな、ちょっと冷徹みたいな、でもそういうのじゃなくて、まあ初対面の方々に対して俺絶対敬語じゃん、年下でもどんな人でも絶対敬語使うし、そうそれを結構言われるの、なんで敬語なんですかとか、この人怖みたいな、全くそういうイメージないんだけど、怖って勝手に取られるのちょっとなんか心外だよでもわかる、なんかタメ語で話してよって言っても、そう
やいや俺僕はそんな、うん、でリオくんのいいところじゃん、礼儀しっかり本当に優先するみたいな、うん、でもそれって、うん、なんか仲良くなりたくないんだ、壁を作ってみたいな最初はね、でもなんかこの二人がいち早く仲良くなったので、うん、その喋ってるのを見て、あ、そんな怖くないんだ大丈夫そうだね、最初ありました、そっか、第一印象って一番やっぱギャップあるかもね、怖いもんやっぱマジで、うん、喋ったらふざけてるってことです、ふざけてるってことは違うよ、違うね、うん、へ髪も違ったし、あ、まあね、髪茶色かったから余計あれかな、もうちょっと明るくなかったのかな、この人体落ちてんのかなと思ったもん、言われる超嬉しそうだね、言われると目だけ大好き自分の僕は結構変わったなと思った、内藤くんで直前に作品を1個やった時に、うん、一緒のシーンはなかったんですけど、まあなんとなくちょっと知ってて、その時は割と私は一緒なんですけど、ちょっと若めの明るい感じだったんですよ、うん、なんですけどこう今も取材をしてて最後の締めとかあと舞台挨拶の、 あの挨拶の仕方とかもそうですけど、みんなの中の中心にいる頼もしい人になったなと勝手に思ってた、めっちゃ嬉しそうね、どう思うのそれに対して、いやでも成長したなって思うよ自分なんか座長っていう感じがすごくします、僕なんかさっきちょっと、高橋プロデューサーと一緒に話してたことを、あ、違う、はい、こいつは多分相当嬉しがってなんか、それちょっとムカつくんだな、初めて褒められたかなと思ったさっきあれって上手くなったねっつって、1年間としてね、そう、あんまり褒められなかったから上手くなったねって言われて、あら、自分でもやっぱ、あれ上手くなったのかなってちょっとやっぱ思ったよね、うん、いやでも本当にそれはそうなるよね、本当に上手かった、もういいよ、やめてよ、もう恥ずかしい、恥ずかしい、うん、かな、曲調変わったしね、うんうん、曲調変わってなんかちょっとシックにはなりましたけど、全然何かが落ちるとかでもなく、普通にみんなで楽しくやらせてもらって歌わせてもらって、 PV 撮影がね、やっぱり楽しかったね、楽しかったけど難しかった、難しかったね、新しい試みって感じでしたね、なんか急にアーティストみたいな感じがちょっと MV ってあんぐらいね、自分の中に気持ち持ってやった方ができるんだなと思ったけどね、うん、意外と、でもあとなんか曲調がやっぱ滑らかじゃん、うんうん、セクシーだし、今まで歌ってきた歌とは全然違ったんで、なんか新しい気分で、なんかそれも含めて大人になれてるなって思いました、うん、じゃあ PV の撮影中に寄りのカットが各々あって、まあ、アイディアの奪い合い で、 そうです、ね、みんな大体こうなんか壁向いたりとか、ね、なんかちょっとこうやってみたりとか、そういう感情で動いてたから俺らは、そう俺らはその時そう歌詞に乗っ取った感情で、あ、今これをこうしたいなと思ってやってたの、ちょっと被っちゃうかなみたいな、なかったですか、いや、俺らはそんな感情やっぱ一緒なわけないから、そうやっぱり、そうです、うん、急に裏切ってくる、裏切ってないで、なんか高谷のシーン良かったよね、良かったですか、やることなくなっちゃったよね、なくなっちゃったよね、それ面白かったね、そこもちょっとポイントで見てほしいね、不安な目線が良かった、いや変なね、緊張感生まれてる、そうピンのカットってね、そうみんな見てるしみたいな、あれでも監督もちょっと悪かったのが、いや、みんな次は何やるんすかね、そうね、そうなの、あれ髪盛り込んだ、プレッシャーだよね、あれねあれ面白かったけど、楽しい覚えてですね、うん、とそうですね、やっぱ1年間仮面ライダー、セイバー、みんなそれぞれね、こう演じてきて、やっぱり芝居力もみんな上がりましたし、気の持ちようとかも全然違いますし、でそういう成長したのを全部この V シネに出せてるなって自分個人は思ってるので、なんかそういう1年が成長した姿っていうのを見てる人は少しでも感じてもらいたいなっていうのと、やっぱり本当に、まあ、今ちょっと言ったんですけど、いっぱい1回じゃやっぱ分かんないことがやっぱ多いので、2回3回と見ていって答え合わせ自分にして、いろいろな感情でまた3回目も見て、また4回も見てってなっていくと、本当にいろいろな感情が生まれてくるので、そういう楽しみ方もあるので、皆さんぜひ劇場で見てください、お願いします。